1986年4月に大英市会社であった株式会社大ナハが裏添ショッピングセンターとして開店。その後、大英の業績不振で2002年には沖縄県内大英3店舗が閉鎖されたが、その際には当店の閉鎖計画はなかった。しかし、2004年12月に当店及び那覇店の閉店が発表。 翌年2005年11月20日に閉店した。その後約5ヶ月ほど空き店舗のままであったが、2006年4月29日に1階に、食料品の流氷ストア、2階に、医療品の丸 A が中心となって入り、浦添ショッピングセンターとして開店した。なお、大栄那覇店は2009年4月末に、D 那覇として、店舗の一部に、純駆動書店が入店した。 白間三丁目バス停下車、徒歩約一分。2005年の大英閉店前までは、浦添ショッピングセンター前バス停であったが、閉店後に現在名に改名された。2006年に二代目浦添ショッピングセンター、開店したが、名称はそのままである。本店舗とは別に三階建ての立体駐車場が設置されている。ありがとうございます。